情報検証研究所です。今回選挙の特番ということで、主要各党の方々にお声掛けをして、選挙の公約についての議論をしたいということです。で、今日は、維新の音喜多駿さん、それから、今回東京選挙区で立候補されている海老沢由紀さんにお越しをいただきました。で、この選挙中の企画ですね、これ過去の選挙の時も何回かやってるんですけども、これね、各党の方々、実はなかなか来ていただけなくてですね、これもう岸さんが大体やるとね、こんな公約全然ダメだっつってね、ボロクソに言っちゃうもんですからね、なかなかお越しをいただきたいんですけども、よくお越しをいただきましたということで、ぜひしっかりと議論できればと思っています。それで、まず中身に入る前に、ちょっと自己紹介を兼ねて、音喜多さんと海老沢さん、それぞれ、ここまでの選挙戦どうですかというのを一言ずつ最初お願いできますか。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、早速、海老沢さんの方から、じゃあ、自己紹介としましょう。はじめまして、海老沢由紀です。東京選挙区から立候補しています。これまで大阪市会議員を1期3年やってまいりました。で、これまでの選挙戦なんですけれども、以前の維新よりもかなり皆さんの期待感というのを感じながら選挙戦戦っております。今、6議席目を共産党さんと争ってますので、なんとか入りたいと思って頑張っております。よろしくお願いいたします。お願いします。で、続けて私、日本維新の会で政務調査会長を務めてます、参議院議員の音喜多駿です。この東京の選対の責任者の一人も、務めております。で、今回の選挙戦で、このまま公約の話、少しじゃ説明させていただいてよろしいですかね。じゃあどうぞ。じゃあ最初、3、4分ですかねぐらいでお話をいただいて、で、その後ディスカッションできればと思います。出ました。じゃあ、岸さん、原さん、お手柔らかにお願いします。今回、私も政務調査会長として、今回、公約の取りまとめの責任を者をやらせていただきました。日本維新の会は、党是として、次の世代への徹底投資、子どもたちの徹底投資ということを掲げてまいりましたので、今回、選挙戦、多岐にわたるんですが、一丁目一番地には、教育の無償化プラス、出産の無償化という、子どもたち徹底投資をあえて掲げさせていただきました。この教育の無償化というのは、これまでずっと10年間、大阪中心にやってきたんですが、この所得制限ない形で国としては目指していくということと、あとこの目新しいところでは出産の無償化ということで、これ今、全政党、出産の費用は低減するということは言ってるんですが、皆さん、この補助金を引き上げて、負担減らしますよと言ってる中で、我々維新の会は保険適用すると。出産、今、お産というのは保険が適用されないわけですけども、ここに出産は保険適用して社会全体で面倒を見る、そしてしっかり価格を固定化させて、自己負担分に出産育児バウチャーという、市場原理を残す形でバウチャー、クーポンを発行して、そしてこの組み合わせによって完全無償化を達成すると、いうような公約を掲げさせていただきました。今、出生率が約80万人、過去最低をどんどん更新している中で、少子化一つ国難であるというふうに思いますので、ここをしっかりと手当てをしていくことを、今の政府与党との対立軸として示していきたいというふうに思います。もう一つ、改革です。私、スローガンを今回、改革、そして成長ということで掲げさせていただきました。前回の衆議院選挙の時もそうでしたが、改革という文字が岸田内閣からどんどん薄れつつあると。で、新しい資本主義というのも、いまだにその姿が、我々としては影も形も見えないというふうに思っております。やはり分配だけではなくて、この成長のためには改革が必要ですので、しっかりとこの、いわゆる昔でいうと構造改革、こうしたものをしていかなければいけないと思っています。そして各党がどうしても賃上げとか経済対策というと、短期では消費税の減税、これは反対するものではないんですが、長期的にやっぱり日本の生産性を上げていくためにはどうするのというところでは、やはりばらまきとか最低賃金の引き上げではなくて、生産性自体を高める改革が必要である。例えば、一丁目一番地は、やはり労働市場の流動化、労働市場改革ですね。具体的にはこれは反発もありますけども、日本の強すぎるこの解雇規制、この解雇の慣例について、しっかりと改善をして、十分な労使の話し合いのもとであればですね、金銭的保障とともに、やはり生産性の高い事業に人が移動できる、希望に応じて移動できるような環境を整えていくということ、そして新規参入化の緩和ですね、新しい産業を作り出すために、今はどうしても官僚による規制、特に電波であるとか農業であるとか、こういうものはもう官僚が総務省とか担当省庁がお墨付き与えたものしか入れないようなビジネスになってますけども、日本はそこはやっぱり事前チェックから事後チェックということで、この規制を緩和して新規参入を促していく、そして新しい成長産業を作っていく、
まあ、こうしたことでやっぱり経済成長を成し遂げて賃上げという順番になると思いますので、日本一の会はそこを言えるのは我々しかいないと思っておりますので、まあ、こうした改革姿勢というのを自民党はもちろん他の野党とも違う点だということをしっかりと政策的には今回アピールしていきたいというふうに思っております。簡単ですが政策の説明は以上であります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ岸さんどうですか。はいはいはい、僕は個人的にこの維新の公約はやっぱりそれなりに評価していて、で当然まあ維新の、まあ今までの生い立ちから当然だけど改革をしっかり言ってるのはいいよねと。あと僕は実は参院選の公約で、ここはすごくいいなと思ったのが、ちゃんとこの経済政策について、短期の景気対策と長期の成長戦略をちゃんと分けて、言ってくれてると。でこういう点も実はそういうしっかり分けて考えるっていうのが大事なんだけど、各党とも大体ごっちゃごちゃなことを言ってるので分かりにくい中ではいいよなというふうに思ってるんだけども、そういう中でいくつか質問したい点当然ありまして、でまず今回の維新の売りである教育の完全無償化と、出産の無償化ですよね。でこれ走行性としては非常に正しいよなと思う反面、やっぱりすごい金がかかるじゃないですか。で残念ながら日本の財政構造って例えば今年の予算では107兆円あるんだけども、まあだいたい地方交付税交付金と、国債費と社会保障、この3つがだいたい固定費みたいになっちゃっていて、これで実は全体の 70% 以上使っちゃってるよねと。だから結果的に予算107兆あっても実は自由に使える予算、裁量性があるのは30兆円ちょっとしかないよなと。でそういう中でこの教育の無償化、出産無償化、非常に望ましい方向とは思うんだけども、これかなり予算が必要になる面もあるのかなと思ったけど、その辺はどう考えてますか。そうですね、まず教育の無償化は、まあ、いろんな資産ありますけど、高等教育まで全部無償化したら、まあ、3.7 兆円とか約4兆円というような資産もあります。で出産の無償化はそれほど大きくなくて、まあ、今子どもの数が残念ながら減ってますので、全部無償化しても単年だと4000億円、まあ、かつこれは全部新規で必要になるわけじゃなくて、今もう一時金の補助金3600億円ぐらい出てますから、まあ、400億円の財源なんで、これはもう政府が決断したらできるとは思うんですね。ただ教育の無償化まで本気で恒久的にやろうとすれば、やっぱり赤字国債ではなくて長期的にはやっぱり財源確保しなければいけないだろうと。でここはまあ私たちは改革政党ですので、去年増税には頼らずにやはり行政改革と経済成長で生み出していくべきだと思います。でまあ、日本一の会は手前見せながら、まあ、大阪では行政改革をやってきて、まあ、平成20年から25年、例えば6年間で、まあ、約2500億円ぐらい行政改革で削減効果を出してきたと。でこれ大阪府は2兆5000億円ぐらいが年間規模なので、まあ、国に当てはめれば兆円単位で理論上はお金が出てくるということにまず私は実着してます。じゃあ具体的にどこにメスを入れるのってといろんな議論があると思うんですが、まあ、例えば独立行政法人とか未だに3兆円ぐらいお金が出していますから、まあ、こうしたものを本当に必要性とか精査していって、まあ、しっかりと行革に我々がもし与党や与党に近い立場になったら取り組んでいって、ここの無駄をなくして財源を出していく、まあ、同時にやはりさっき言った成長戦略で増収をしていって、税増収自体のパイを増やして、そこを全部教育に当て込んでいくと、この両方向からこう攻めていって、赤字国債に頼らないこの教育の無償化というのを実現する必要があるのかなというふうに思います。なるほどね、なるほど。逆に言えば特に出産無償化ってその決めればすぐできるんだよね。本当その通りだと思うんですよね。なんで政府やんねえのかな、そう考えると。本当なんか一時金の増額って言って、まあ、増額は簡単なんですけども、まあ、どこまでやるのかというと、いたちごっこになるので、やっぱ補助金出せば自由診療である限り価格が上がってくるので、まあ、それをこうどん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 引き上げていっても、あまりこのもちろんやらないよりはいいんですけども、だったらこう保険適用とかでポンともお金決めて、もう4000億円でキャップをかけてですね、それはもう全部国がこう面倒見るんだってやるのがベストなんじゃないかなと私は考えますけどね。で海老沢候補も当然こういった点は演説で訴えてると思うんですけども、はい、演説聞かれてる聴衆の方の反応はやっぱりこの部分はどうですか。すごく反応がいいです。うん、特に、子育て中のお父さんお母さんで、また出産をもう経験されて、はい、今もお孫さんがいらっしゃるような世代の方々から、うん、いやもう本当にそうだよねと、うん、今まで出産費用が保険適用になってなかったんだ、おかしいじゃないかと、みんな命がけで出産してるんだと、いうようなたくさんいただきますね。なので、なんとかこれ実現したいと思ってます、本当に。なるほど。やっぱ教育の無償化も反応、やっぱみんな早くやってくれって感じですか。すごく多いです。特に高所得者の方々も、もうこれは絶対やってほしいと。我々はいつもその所得制限で
税金もたくさん累進課税で働いていっぱい払ってるにもかかわらず子どもも育てているのにそういう子育て支援政策いつも弾かれると。なるほど。教育の無償化をやってくれれば高所得者層ももっともっと子どもを産めるのになっていう声はたくさんいただきます。なるほど、それ大事ですね。で次に伺いたいのがまさに、ね、じゃ成長を実現するために改革をしっかりやっていこうねっていうことの部分なんですけども、経済政策全般考えると方向性はすごく賛成なんだけども、若干議論した方がいいだろうなと思う点がいくつかあって、まず維新も当然他の野党と同様に消費税の減税言ってますよね。はい。でこれはまあ軽減税率をまず段階的に 3% に引き下げて、でその後に消費税本体を 5% に引き下げようと。でこれ当然景気悪い中では、こういった対応は、必要だよなというふうに思っていて、まあ、それに加えて自治体レベルでの上下水道の基本料金の減免であるとか、こういう国レベルでできることをしっかりやっていこうのは当然だよなと思う反面で、逆に今減税ってかなり消費税減税、なかなかまあ政府の抵抗厳しいから難しいと思うけども、やったとしてもある意味で短期的対応になっちゃうじゃないですか。はい。この物価高の対応っていう観点では。で、じゃあこの物価高をとりあえず消費税減税であるとか、電力価格とかをなるべく抑えながら短期的に対応するとして、僕は個人的に今の円安であるとか、あとは海外のエネルギーの高い状況、これ当分続くと思ってるんで、で、中長期の観点からは、じゃあこの物価高対策はどうしたらいいと思います？そうですね、これもいくつか本当に課題はあると思います。でこのやっぱり消費税の減税とかいわゆる財政出動というのは、まあ、金融緩和を当然継続していくということが大前提ですから、まあ、それは当面は当然続けるべきだと思います。ただこれ無限にずっとできるものではないので、それができている間にこの日本 の, その生産性国力を高めて対応していかなければいけないということがご指摘の通りです。ですので、まあ、まずは、まあ、電力の問題から言えばやはり原発の再稼働ですね。これエネルギー価格の高騰にも対応するためにはですね、電力の安定供給というのはもう今すぐ決断しなければ当面しばらく今冬も来年もおそらく続いていきますから、それはもう決断をしてしっかりと担保してエネルギー価格に対応していかなきゃいけないということと、産業としてもですね、やっぱこの社会経済活動も健全化してしっかりと我々もお金を日本としてもお金稼がなきゃいけないので、例えばやっぱりこのインバウンドですね、今非常に水際対策非常に厳しい、先進国の中でもトップクラスに厳しい状態になっていますが、まあ、これも少しずつ緩和、まあ、少しずつ本当にやってますけど、もう少しこの円安ですから、せっかくの円安ですから大胆に緩和をして外国人訪日客も受け入れると。でその措置としては今のコロナの対応とかもですね、まあ、2類相当という形でかなり厳しくやってますが、まあ、これもいわゆる2類5類の議論もありますけども、やはりまあ5類に近い形にしていって感染症対策とこの経済対策の両輪というのをもう本当に本腰を入れてやって、訪日客も呼び込む、そして産業も活性化させる、電気も安定供給して、電気がない国に産業来ませんので、やっぱりそれはしっかりと産業を呼び戻すということで、この円安の中でもやっぱりちゃんと強い企業がしっかり外貨を稼げるような状況というのを作り出さなきゃいけないなというふうに思います。なるほどね。であとこの長期的な対策の方で、成長のための税制を目指して、まあ、所得税とか法人税を減税する不労財源税をやるということも言ってるじゃないですか、はい、で個人的には方向としては確かにこういう方向ありだよなと思う反面、ただ若干悩ましいのは、多分ご承知のように例えば現在の所得税の負担構造を見ると、やっぱりある程度の、高収入の方が負担の圧倒的に多くの割合を、になってるんですよね。実は日本ってある一定収入以下 の, 家計の所得税の負担割合って全体ではすごい少ないんですよ、うん、だから今でもある程度所得税に関してはこの、一部の高所得の人がかなりの部分を負担してるなっていう構造になるんだけども、でこれをさらに、もしかしたら不労財源税だと強化しちゃうかもしれないよなと。でこれってどうなんですかね。これね、本当難しいんですけど、これ税体系全般でやっぱり改革しなきゃいけないと思うんですよね。これ税というとやっぱり一つの税だけ見て消費税どうするとか所得税どうするっていうのではなくて、うん、やはりこのもう全体的にやっぱりこう歪みというのがとてもこう溜まってきていますから、で僕らそのフローからストックへというところをこうやっていますが、うん、まずしっかりとこのフローとストックを別々にもう完全にもう分からなくてますけども、まず俯瞰的にマイナンバーの徹底活用等々で、まあ、しっかりと把握をしましょうよと。で今徴税漏れとか不公平がそもそも発生している状況というのをきちんと整理
精査をして、でその中でやっぱこの、まあフローにこう寄ってるという、まあ、我々はちょっとやっぱり現役世代を活性化しなきゃいけないと思うので、まあ、あのフローとストックのこのバランスというのを見直して、そこの活性化をしていこうというような方向性を目指していますけども、この点まずはやっぱり徴税漏れとか現状把握がこの国はなかなかできないということがありますので、このマイナンバーの活用というのは今すごく政府は腰が引けているわけですけども、そこはやっぱり法人にも個人にもちゃんとしっかり義務付けて銀行口座を紐付けているのも、これは私も自由主義者ですけども、むしろ自由を国家の手によって得るためにもですね、しっかりとこれは把握をして公平に透明にやるべきだと思うので、そこをまずやらざるを得ないのかなというふうに思います。本来自由主義とマイナンバーの口座紐付けて全然関係なくて、自由主義の権限のアメリカだってお承知のようにマイナンバー取ると当然全部に紐付けられて、だ僕だってアメリカで口座持ってますけど全部自分のソーシャルセキュリティナンバーで、全部できる仕組みになってますから、だからそれを早く変えるのはいいよなと思うんだけど、あともう一個ね、一番個人的にも悩んでる問題で質問したいんだけども、はい、チャレンジのためのセーフティーネット構築で、まあ、ベーシックインカムまたは給付付き税額控除っていうのを やろうと、この方向はすごくいいと思うんですよ。でその一方でまさに規制改革の議論でずっと言われているような、まあ雇用市場の流動化とか労働規制、を、まあどんどん正しい方向に持っていって、まあ、いろいろ働きやすい環境を作っていこうねっていうことになってるんだ、言ってて方向性全く正しい、いろんないんだけども、ただ悩むのはそれで本当に、ちゃんと賃上げがどんどん実現するのかなと、というのは僕も個人的にいろいろやっぱ調べていて、最近やっぱ一番思うことはやっぱり日本って大企業は一番ダメだよなと。分かりやすく言えば内部留保は大企業で500兆円ぐらいあるのにほとんど賃上げはしませんと。じゃあそういう中で本当に雇用市場が流動化して、でまあみんなが自分で、いろいろ、まあ、いろんな研修なり受けて能力高めて、で雇用市場で流動化されて新しい仕事を求めようと思って、本当にそれで給料が上がっていくのかなと。つまりさっき言ったように多分円安とかエネルギー高って当分続きますので、やっぱりこれまで30年のデフレ社会が明らかに変わるんですよね。でそうなった場合に、そういう変わった中で一番物価が上がっても、安心できる環境っていうのは実は当たり前のまともな賃上げが行われる社会にするってことはすごい大事だよなと。でそう考えた場合これ実は一番難しくって、ご承知のように大企業って大体社長がサラリーマンの慣れの果てになってる人ばっかりだから、まあ、部長課長的な判断をしちゃうのでなかなか思い切った賃上げとかはしないよねと。だからこういう規制改革というのはすごい大事なんだけども、やっぱり大企業はちゃんと著名の社員の賃上げする、または中小企業下請けの中小企業支払いをけちらないとかいう当たり前のことを実現するのはすごく大事なんだけども、現状何遍も言うけど内部留保 500兆円弱もあるような金持ちがこんなケチケチ行動してるわけだから、だからそれ労働市場の改革で本当に、給料がちゃんと、上がっていく、能力に応じて上がっていく環境になるのかなというのがすごくやっぱり、悩ましいなと思って、大企業を、とことんぶっ叩かないとこれ変わんねえかなっていう気はしてるんだけども、この辺はどう思います？でもあれですか、岸さんも悩まれることがあるんだなってちょっと新鮮ないつもこれやっぱり明確な解がないもん、どうやったらいいかな。本当にそこ悩ましいですよね。でも私も本当そのもう大企業がダメだと思っていて、要は日本って例えばどこかの銀行に入るともうずっと最後までそこにいるじゃないですか。そう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 、だから本当にもう内向きになっちゃって、まあ、失敗をしない経営とか、うん、新しいそのなんだろう発想をなかなか出してこれない、周りに気を使って、なんかそういう内向きな感じが本当に今のなんか日本ダメにしちゃってるんじゃないかなとすごく思っていまして、うんうん、なので、まあ、雇用の、ね、流動性っていうのが本当に必要なんだろうなっていうのを感じますけど、ただもうおっしゃった通りに、うん、じゃあそれで本当に賃上げになるのかっていうと、まあ、ここまたなかなか悩ましいところではあるんですけども、うん、だからある意味でその内向きっていう部分はすごく大事で、そもそも大企業の経営者ってサラリーマンの執着点になってるからサラリーマン的判断しかしないからまあしょうがないと。一方で働く側も意外とやっぱり大企業に入ってずっと働き続けるのが安心みたいな、でそんな賃上げしなくてもだからどんどん転職って、まあ、最近若い人が多分賃金低いというよりはなんか自分の不満かなんかでどんどん辞めるんだけども、意外と社員の人もみんな特に、ある程度年いっていく子は我慢しちゃうじゃないですか。
だから、まあ、労働組合とか弱いっていう問題点があるんだけども、でも本当この構造だと、あのデフレ30年間これだけ賃上げしなかった中で、じゃあ物値段上がりだして本当にサラリーマン社長がすぐ賃上げするかっていうと、今度は物値段が上がった後大変だ、とだからいろんなあのインプットの購入、あの資材とかそういうのの、あの、コストをなるべくカット、しようとして、同時に社員の給料を上げるのか、逆にデフレの時以上に上げない可能性もあるのかなと思うと、なんかね、維新でそういう議論ってない、なんか増えたらいいよなっていうの、うん、でもなんか我々結構そういうの上げ潮政党というか、まあね、あの経済成長なんで、うん、やっぱりこうかなりそのイケイケ中か、まあ、まずやっぱりこの現状がダメな以上改革しなきゃいけないよねっていうところはあると思います。ただ、うん、あのご指摘のようにやっぱりこれってどうしちゃって、あの最後はやってみなきゃわからないっていうとすごい無責任ですけども、やっぱりこう経済って生き物なので、これはあの本当にこれ日本に合うのかどうかというのはわからない中で、ただまあやっぱりこう今じゃあ大企業はどうして給料上がれないか、上げられないかといえば、やっぱり給与の硬直性があって、1回給料ボンってアップしたらやっぱ翌年景気が悪いから、じゃあ正社員の給料2割カットできるかといったらなかなか難しい。で正社員はやっぱり首も、やっぱ解雇も普通に考えたらできないという中で、まあ今年 2,3 年ぐらい調子良くても、いや僕のサラリーマン社長の任期3年だから3年間上げなくてもいいかなみたいな、まあこういうインセンティブが働くというところか、もう慣例をもしじゃあこれはちゃんとあの解消できれば、賃下げもできるし、金銭解雇もまあ十分できるような環境であれば、そこはまあやろうという経営者が出てきて、例えばまあ今日立とかでも少しジョブ型を全面的に採用しようとか、まあ、大企業の中でも少しずつそういうのが出てきたときに、そういうのに、あ、そういう企業が魅力的だなって思う人が当然出てくれば、まあ、そういう企業は成功のモデルケースになっていくと。でこれ結構今もう分かれ目だと思っていて、やっぱ日本でこれからこのまましばらくやっぱ超少子高齢化続いてて成熟化していくので、若い人が減れば減るほどどうしてもおとなしくなってきて、まあ、ちょっと安定の方がいいよ、そんな給料上がらなくてもなんか60歳ぐらいは勤められそうってことに言ってしまって、でなんかそういうボリュームがこう今どんどん増えていくわけですから、今もかなり早いスピードでこの改革の方に舵を切ってですね、まあ、あの頑張った人は報われる、で失敗したも何度でも挑戦できるというような、まあ、この野心型の社会みたいなものに行くときに、ついてこいっていうのについてくる人がみんなこうあのもうお年を召していて、もうそんなちょっと無理っすよみたいな感じになると、多分もう手遅れの状態になってしまうので、やっぱ我々としてはこれを成功させるためにも、まあ、早急にこの労働市場改革というのを成し遂げてですね、まあやる気のある方々が生産性、日本の生産性を引っ張っていくというモデルケースを作っていくということが一つの勝ちパターン、成功パターンかなというふうに思います。そうで、あと最後にもう一個だけ聞きたかったのが、あの維新は当然、まあ、維新の一番の、強調点である改革ずっと言ってますよね。だから国会議員の議員報酬とか定数も3割カットしようと、であとは文書通信交通滞在費も、まあ、日割りは実現したけど質の公開とか領収書とか全然実現してないからこれもやろうと、まあ、こういう当たり前の改革言っていて、それに加えて経済の改革も言ってますよね。で一方でなんか世の中の雰囲気見てると、もう改革って嫌われてるじゃないですか。改革疲れがね。だから海老沢さん演説、毎日演説していて、改革といった場合、あの聞いてる人の反応どうですか？正直あの大阪で改革っていうとすごく受けます、うん、やっぱり現状に不満がある方が割合的に多いのかなと、うん、ただ東京であまりその改革と言っても、そもそもその改革をしてほしいと思ってない人たちもたくさんいるんだろうなっていう、こう雰囲気は伝わってきますね。どうなんですかね。なんか皆さんそんなに改革望んでない、まあまあ、そんなにまあまあ今そんな変えなくていいんじゃないの、現状維持でいいんじゃないのっていう方も結構いらっしゃるのかなと思います、うん、感覚的には。だから多分演説されていて、さっきのようなあの一番強調してる、まあ、教育とか出産の無償化、多分これはすごい評判いいんだろうなと思うんだけど、反応いいと思うんだけど、多分改革と言った瞬間みんなふーんって感じで黙っちゃうだろうなと思ってて、いや多分それ現実に起きてるじゃないですか。うん、この時期どうしたら変えられるの？ね、なんかあとコロナでやっぱ疲れてるのもあって、なんかそんな改革で経済成長みたいな、いやもう俺らもう我慢して疲れてるしみたいな雰囲気もあるのと、今海老沢候補が言ったようにやっぱ東京は特にそうなんでしょうけど、まあ、財政危機とかはね結構昔頑張って立て直したので、もうあんまりこう、そこに危機感というか現状ではあまりそんな不満もないという中で、あの議員報酬カットとか言ってもいやお金をその分もらった働いてくれたらそれでいいよねっていうような、まあ、雰囲気もやっぱりどうしてもあるのは事実だと思います。文通費の件は皆さん怒ってるのは演説をしていてすごく感じます。
そこに目を送ってるんだ。そこが皆さん多分分かりやすい面もあると思うんですよね。100万円経費でもらって、うん、みんなちゃんと領収書を出しているのになぜ国会議員出してないんだって、このすごく分かりやすい構図なので、なそこはね皆さんね、あれはおかしい、何とかしてくれって結構東京の方もあのすごくそこは声をかけられるので、うん、はい、じゃあそこはまだ望みがあるわけですね。はい、そこははい、そこかかってると思います。わかりました。じゃあ、はい、俺ばっかりともしまないから、この後は趣味改革、特技国会に対する訴訟を起こすことの原君にやってもらいましょう。いや、あの、さっきの海老沢さん言われたその改革についての反応の違い、大阪では受けがいいんだけども東京だと違うんですよねっていうのは、いや、これ私の仮説は大阪はね、その改革を成功した実例を見たんですよね、大阪の人たちをね。多分ね、それ以外の地域の人たちは、あの、改革、改革って言って、言ってたけども何もやらなかったじゃないかと。いうな、なんかね、その民主党政権の時の、なんかあの、改革って嘘くさいよな、みたいなね、こう、記憶が残っちゃってるという面もあるのかなと思ってるんですけども。まあ、だからその意味では、こう、早くね、この改革の実例を作るというところを、こう、いろんな地域でね、実現していけるといいんじゃないのかな、ということかなと思うんです。それで、私の質問は一個だけで、まあ、言われてること、もう今までのお話、大体全部方向性はすごくいいと思うんです。で、あの、賛成なんですけども。で、あと、あの、今日お話に出なかったけど、安全保障の話。はい。これ維新の公約だと、あの、2% 目安に防衛費増額をするとか、あの核共有の話とか、その積極的な防衛能力の整備とか、まあ、そういったところも言われている。議論をしようということで、全部、まあ、お金かかっていくから、まあ、どっからこう優先順位つけてやっていくのかっていうね、そこの優先順位をどうしていくのか。で、まあ、あの、もうちょっとその質問の仕方を変えると、その選挙の後、政府とか与党に対して、いや、ともかくまずこれしっかりやれと言っていくのって、この維新から見ると、どこですか。なかなかね、難しい。これも個人によって多分、党内でもいろんな議論があると思うんですけど、優先順位ですね。まあ、うん、どうぞ、指沢候補、ガツンと言ってやってください。私は、あの、優先順位的には、まず、あの、安全保障。ここやっぱり優先かなと思います。ただ、財源に関しては、あの、ちょっとまあ、まずは、国債、赤字国債になるのかなと思うんですけれども、やっぱりあの国をちゃんと守らないとあの何もできないので、やっぱそこがまず私は優先順位は高いです。あと、やっぱり子どもたちの教育の無償化。ここは例えばあの GDP の中でパーセンテージを決めて、一定割合は絶対これは子ども予算に使うんだとかですね、何かこうちゃんと決めてあの優先的に配分をするべきではないかなというふうに考えています。あれですよね、結構これをいわゆるこのコンサルのフレームワークで考えると重要だけどなかなか重たくてできないことと、ちょっと低いんだけど、まあ、やろうと思えばすぐできることみたいなこと多分いくつか混在してると思うんですよね。で、例えば出産費用の無償化とかは結構メッセージ性が高い割に財源と新規財源はそんな必要ではないとか、他も可及的速やかで手当てしながらみんなで少子化解決してしこうよみたいなことはもうすぐやると。一方で国防費 2% 増額って結構5兆円6兆円っていうのはこれはかなり1年2年でできる話ではないですから、それについてはこうしか時間をかけながらでもしっかりこうやっていくというような、この二段構えでこういろんな政治が変わっていくんだよっていうことをメッセージを国民に伝えていくっていうことがかなり大事なのかなというふうに思ってます。わかりました。あとついでにもう一個だけ聞き忘れたから聞いておきたいんだけど、東京選挙区だからなんかさ、小池都知事あんまりなんか最近ほとんど何もやってないじゃん。なんか昨日はさ、確かに、あの、言ってることを育業に変えようとかさ、なんか、広報会社みたいなことばっかり言っていて、なんか東京都の都知事さんは、なかなかオリンピック終わって、こう、なんか本質的な政策あんまりやってないなと、俺、あの、新築の、家かな、一軒家に太陽光義務付けっていうのをどうかなと思ってるんだけど、ぶっちゃけどう評価してるときかな、特に。私はあのちょっと義務付けには反対です。まあ、例えばつける方にあの、まあ、補助をするのは、まあ、いいとして、ただもうちょっとこの東京 の, あの環境状況を考えてもちょっと義務付けはあのもうできないし、むしろ非効率ではないかなというふうに思ってます。やっぱりこの小池知事全体的に先ほど原さんがやっぱ改革を体感できなかったって都民はというおっしゃるのがその通りだと思っていて、やっぱ小池知事の期待ってものすごいものがあったし、まあ、何にも本当にゼロってわけではないと思うんですけども、やっぱりこの大阪で例えば橋本さんとか松井さん吉村さんがやってきたような目に見える改革という点ではなかなかこう都民に伝わってくるのは非常に少なかったというふうに思います。でちょっともう多分小池知事は僕もまあ一時近しい関係にいましたけども、まあちょっとなんかもう上がっちゃったかなという感じもあって、なんかあんまり野心というか東京都庁こうしてやろうみたいなことはもうパッションがあんまり感じないので、やっぱり都庁の職員さんにも、そしてあの
まあ、議員たちにも伝わっていると思うので、やっぱりこうもう一つの改革勢力が東京に出てこないと、ちょっと小池さん逆にもっと小池さん焦ってギラギラさせるぐらいのなんか対抗勢力が出ていかないと、もう大体都内でこう自民党は大体もうね都議会でドンとか含めてやっつけ終わったんで、ちょっと今はもうのほほんとしてる感じがあるのでね、そこはなんとか我々が脅威になるように頑張りたいですね。私たちは多分すごいパッションがあるんです。もうみんなすごいパッションがあるので、あのそのなんていうのかな、そのね情熱でこういろいろ変えてい いけるのはやっぱり維新かなというふうに思っているので、そのパッションが嫌がられて、はい、僕は排除されたわけですけど、まあ苦しいからあんまりパッションっていうパッション頑張って小池知事を突き動かしたいと思います。原君ごめんごめん、ありがとうございます。原君どうぞ。大丈夫ですか。うん、いやあとなんかあの音喜多さん海老沢さんからあのこれだけは言っておきたいみたいな話あります。じゃあ電力の問題だけ最後に。今なんでそうなってるのか。あ、そうか、今の電気の問題について、うん、まあ、原先生はずっとやってきたので、うん、まあ、ちょっとこの電力不足の政府の対応と、うんうん、そうですね、今政府があの節電したら2000ポイントっていうようなちょっとわけのわからない提案されてるんですけれども、あのこのあたりあの先生のなんかご 見解とかあれば聞かせていただきたいんですけれども。これも多分ね皆さんも言われてると思いますけども、いやこれ節電要請だけじゃ全然ダメでしょうね。それは政府の役割はね、それちゃんとあの電力インフラを整備することで、で、こんなね、もう先進国なのに、あのすぐにあの需給逼迫しちゃいますというような環境になってるというのは、これはもうあの大失態であるということですよね。で、あの、現状においてこんな状況になっていて、で、政府は一方でこれからデジタル化をガンガン進めていきますと、DX やっていきますとかってね、みんなあの、あの威勢よく言ってるんだけども、こんなことやって電力どんどん使うようになったらどうするんですか。およそそのデジタル化に対応なんかできるわけがない電力システムに今やなっちゃってるわけなんで、なんとかしないといけないですよね。もうだからともかく、要するに原発の再稼働とかね、といったことも含めて、送電網の整備とかね、まあ、そういったことも含め、あのやれることをもう、こういうところこそお金を突っ込むところも早急に突っ込んでやっていかないといけないということだと思う。まあ、なので、この補正予算をね、早く組んでほしいんですよね。これ、選挙終わった後で、臨時国会がいつ開かれるのかよくわかんないですけど、これぜひね、ちょっと早急に開いて、補正予算を組んで、この今年の冬の電力対策、もう全然間に合ってなくて、なんかあの節電ポイントなんとか間に合わせますみたいな話になっちゃうけど、そんなもんじゃどうしようもないんで、であのお金を使って対策できるところもっとしっかり対策をしていくということをやってほしいな。ぜひ維新からそういったことも、ね、やっていただけるといいんじゃないかな。だから政府の問題ってさ、この電力への対応も、なんかちゃんと長期的な問題と短期的な問題を分けるべきなのに全然やってないんだよね。つまりあの本来先進国でこんな日々節電をとかいうこと自体ありえないわけで、もう先進国から落ちたなと思ってるんだけども、じゃあそもそもじゃあ将来電気自動車いっぱい増やしましょうねとか、最先端半導体の工場を戻しましょうねとか、電気バカバカ使うのをやろうとしてるんだから、じゃあ将来的なことを考えたらそもそも原発の再稼働必要だし、あとはそもそも太陽光は夕方弱まるとかの当たり前で分かってる話なんだから、蓄電池をもっと送電網に組み込むのでお金使うであるとか、あとは再生可能エネルギーがあの非常に使える場所である北海道とか九州からあの本土に電気を送ろうと思っても、この海底ケーブルそんな容量そこまで大きくないから、これも増やす必要あるし、50Hz、60Hz の合間のところも当然送電網を強化する必要あるし、そういうことどんどんやることをやって長期的に増やす必要があって、あと短期的対応に関して言えば、まあ、家計にお願いするのもいいんだけども、実は電力やっぱ多く使っているのは企業であるとか産業であるとか輸送部門だから、そこの対策どうするのというのがないよねと。で政府も夏よりこの冬のが大変なんですよって言ったら、じゃあこの、ポイント上げで節電しましょうね以外に、当然あの省エネ、これをもっと強化するっていうのがあって、原君この省エネやらなくてもかなり効果あるんだよな。省エネはやるべきなんですよ。そうだから建物の断熱とかですかね。そうだから早く補正予算とか使って古いビルとか古いマンションとか古いの、断熱性強化するとかでもだいぶ違うよね。うん、だからそういうやるべきことが中長期短期で両方分かれてたくさんあるのに、なんかそういうポイントとかそういう方ばっかりで補正予算の動きも遅いっていうのは話にならないよね。これほっとくとまた全然動かなくてね、まあ、冬になってまたあの停電しますよとかっていうことを繰り返すことになっちゃうんで、これ早くやれることやってほしいな。ですね。
まさにご指摘いただいているのはこの、電力インフラの整備とか、あと省エネであるとか、そういうところについてしっかりと政策提言していくことと、あと極短期の目先については当然原発の再稼働という問題があって、我々日本社会はもうかつては原発再稼働責任法案で、今は原発改革推進法案という形で昨年ブラッシュアップして出しましたけども、原発再稼働に向けて地元同意にしっかり責任持ちましょうとか、最終処分場についても政府が責任持ちましょうとか、具体案を示したロードマップを示した議員立法も出してますので、この辺りはちょっと他党との近いかなと思いますので、もしこのあたりをアピールして政府を突き動かすように努力をしていきたいなというふうに思います。再稼働のね、そこの今の話はすごく大事だと思ってるんですけども、いや再稼働しろっつってね、これまた叫ぶのは誰でも簡単にできてですよ、皆さんこれ選挙になると威勢よくそういうことを言う人も増えるんだけど、でちょっとそのさっきの法案の話をもうちょっとだけ、どうやったら再稼働できるのかってお話いただけます？そうですね、やっぱりこの例えば避難計画が非常に遅れているとか、あと地元同意が取れないということを、かなり今政府は、そうは政府は認めないですけども、やっぱりこう東電とか地元自治体に、かなり丸投げしている部分というのはあると思うんですよね。そうしたものしっかりと政府も責任を持って、計画の策定に携わっていくとか、地元同意を得るときの、政治がリーダーシップを取ると、こうしたことをしっかりと法律でやはりこう政府にこう義務付けるというか、しっかり規定をしてですね、再稼働に向けた道筋というのを、こう一個一個達成していくと、いうことをきちんと示す必要があると思うので、そのあたり一回我々議員立法として取りまとめさせていただいて提出させていただいているというところですね。はい、ありがとうございます。これちょっとね、私はもうこれ伺ってて、ともかく改革って言っていただける政党があってよかったなっていう感じで、ね、もう全然言わなくなっちゃった、ね、ありがとうございます。いただきたいなと思ってますが、岸さんどうですか？ちょっと全体をまとめて。言い方悪いけど、本来やるべき路線を全部言ってくれてるから、やっぱりそこは非常に、大事なので、ちゃんと今国会で東京でも勝って、ちゃんと勝ってほしいし、全体としても議席を増やしてほしいなと。だからそのために、毎日37度のところでは辛いと思うけども、もう死ぬ気で頑張ってくださいと。死ぬ気で頑張ります。はい、じゃあ今日はもう大変お疲れのところありがとうございました。ありがとうございました。なんかお礼が言いたいそうです。原先生すいません、ちょっと一言お礼が言いたくていいですか？私維新政治塾1期生だったんです。で、はいはい、原先生が講師で、官僚のレトリックっていうものが参考書で示されてまして、私あれすごいしっかり読んで、初めて議員当選した時にあれを読んでいたから、役所との質疑調整すごくうまくできました。なんかよくね、検討します検討しますって書いてあったんですけど、そのあたりを新人ながらちゃんと突っ込めたのは先生の本のおかげでした。ありがとうございます。よかったです。検討しますって言ってる人また別にもいますからね。今日はそのお礼が言いたくてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあどうぞ頑張ってください。ありがとうございました。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。